土台から優先的に直そう。ここは OK。あー、まあここも大丈夫ですね。あの畑がどんぐらいダメージ入ってるかですね。上は？あー、全然大丈夫ですね。あ、ダメージ入ってない。釘がなくなってきたんで、あれしなきゃいけないけど、やっぱ3階は爆風ダメージが入らなそう。3階で戦うと多分狙われてあれなんだろうけど。回復薬ですね。回復薬はもっと欲しいな。あー、痛かった。ちょっとそこも、鶏小屋を見るか。あー、嘘、来た！くっ。ちょっと待って。中入るか。いったー。爆弾2発は痛いって。あー、もったいない。1人。よし、2人。クマちゃん反応しなかったな。とりあえず。あー、痛い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 。第1もやっぱ来ましたね。この長いでまた来そうだけど。とりあえずそこ、これ直さないと。床がやばい。てか、アップグレードしようかな。いい加減壊れそうですからね。アップグレードしよう。よし。全部使った？鉄にして、とりあえずそこにある。よいしょ。帰ろう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 。あー、ちょっとクマ邪魔だな番犬代わりにしたかったんですけど。ちょっと待って、来た？え、クマ何叩いた今。邪魔だな。え、叩くのこれ。はめられんのかこれ。まあ邪魔すぎますね。一回殴るんだ。しかもダメージ量でかい結構。いや、いろいろ大変ですね。あー、まあここも鉄の土台にしたんで、ここら辺をちょっと直したらいいか。結構連続で爆弾投げられるときついな、ほんと。クマちゃんがな、襲ってくれたら、もっと楽に倒せたんですけどね。上は大丈夫。あ、やっぱ3階は全然余裕ですね。あー、ちょっと壊れてんだ。やっぱダメージ入んのか、そこも。この家畜小屋ですね。これ稼働したいんですけど、まずはウサギ、あ、1匹しか入んないのか、これって。鶏でもウサギでもいいから連れてくるか。あと水も。これって浄化させないとダメ？シャフト。はい。これ汚い水はダメなのかな？あ、大丈夫そうですね。そうか。上の水も、畑の水も汚くてもいいのかな？多分、ウサギとか鶏だったら、食中毒というか、ならないですよね。ていうかやっぱダメージが入るからな。囲わなきゃダメかな。でも難しいですよね。なかなか。あんまり、攻撃入んないとこでやんなきゃいけないけど、向こう側、こっち側でやった方がいいかな。こっち側あんま、くっさっき、ちょっとダメージ入ってるか。こまめに、直す以外方法ないですよね。そして釘が少ないかな。常にここは確認しとこう。はい。じゃあ、鶏ウサギ探しましょうか。あ、そこら辺な、ああ、鶏ちゃんいた。早速鶏発見。
これ止まるかな。ほい、よし、いた。どうだ、生け捕り、あー、生け捕りできましたね。じゃあこれを育てて、お、撃ってる撃ってる。あ、それやりに行くか。なんか今撃ってんだ。どういう状態？あー、クマがいますね。こっち来ないかな。あ？あ？当たんない？魚取ってったから。それー、クマとハンター戦い合わないかな。一発撃っておびき出すか。当たるかな、こっから。あー、いかん。反応した？ほい、こっち来てほしいですね。あそこいるんだよな。当たった。こっち来い。そのクマ、あー、クマすり抜けてくる。早っ。痛い痛い痛い。やばい、あっ。ひどいひどい。オーバーキル、オーバーキル。悪かった悪かった、こっちはいかんか。そのまま来るぞ、そのまま来るぞこいつら。あ、やばい、武器がないな。斧で倒せないかな。斧でやりたい。おい、よいしょ、やった。斧で倒せた。斧2発だな。もう来ない？いったー、帰ったかな。それ回収しましょう。一応斧いけますね、頑張れば。あそこ歩いてるけど、クマに反応しなかったな。うわ、あ、斧いけるのか。だいたい2発ぐらいでいったな。とりあえず鶏ちゃん入れましょうか。いろいろと新しいけど。はい、餌はこれかな。1個入れればいいのかな。はい、わ、少な。こんぐらい入れる？鶏、これでいけたの？いけたのかな？はい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 。見えたらいいんですけどね。まあいいや、ちょっと一度体勢を。ああ、痛かった。やっぱ3人で一気に来られると、あっという間に削られちゃいますね。ちゃんと防具を用意しないとな。とりあえず鶏ちゃん飼い始めたんで、それでやっていこう。多分これで鶏とかって増えてくのかな。どういう感じなんだろう。最大1なんですよね。どうだ。あー、ちょっと回復してきてる。もっと餌が必要なんだな。ご飯、野菜いっぱい取ってきてあげなきゃいけないですね。大変かも。やっぱ畑重要だな、相当。あー、灰を入れて。あ、トマトできましたね。これも餌になりますよね、きっと。種を、どうしよう。またトマト1個と、なんか、いい種あったかな。ウサギちゃん用に人参までするか。でも一つの家畜小屋で一匹って結構効率悪いな。効率悪いですよね。多分しばらくはまたハンターもお休みでしょう。あとはまたロックピックの鍵か。それが必要ですね。
釘も取りつつ、野菜だな、ブルーベリー系取って鶏の餌にしたいですね。育てたい。どうなるんだろう、増えることはないですよね、一匹だけだし。育ちきったらお肉にすればいいのかな。あー来た、どっちかだろう。これでいくか。ハンター早かったな。どっからやってる、もしかして第2。あー、あれだ。よいしょ、痛い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 。やろう、斧でやろう。よし、斧ナイス。あー違う、一人だけ、第三一人だけできた。あーよかったよかった、ちょっと痛かったけど最低限の愛でいけたな。ナイフの弾撃っちゃったけど、まあいいでしょいいでしょ。あー斧を結構使えますね。斧いいかも。かなり怖いけど。体力、あと防具さえあれば、バンバン斧で倒せそうな気がしてきた。第3は一人で来ること多いんですよね。ああ、元気になってきてる。育ってますね。もっと育てたいな。第3方面行きましょうか。多分今安全なんで。相手一人だったら斧でちゃちゃっとやりましょう。意外とクマってハンターとかに反応しないんだな。さっきも結構近くにハンターいたけど、ハンターも避けてる感じだったんですよね。ニワトリちゃんはどうかな。ブルーベリーあげましょうか1個。はい、これ増やせないですよね。アップグレードで放し飼いができるんだ。なるほど。追加スロットもありますね。これでやっていくのか。アップグレード大変だな。放し飼いがいいですね。それだって餌いらないってこと？なんか魚とかも飼えたらいいですよね。それはなさそうだからな。あ、来た。早い。はい。あ、でかいやつかな。よいしょ。あー、でかいですね。サーモンだ。水も冷やしときましょうか。水筒もここ入れとこう。いや、ほんと充実してきてる。うん、夜でも3度ぐらいなんで、明日ぐらいから真珠も取っていけそうですね。あー、またサーモンだ。よしよしよし。まあ、十分かな。切り目にして、はい。もうちょっとで夜明けか。あ、またでかいな。今回大物めちゃくちゃ取れんな。あ、サーモンだ。時期、季節によっても、取れやすいとかあるのか。はい。すごい取れんな。3回連続サーモンでしたね。これで、ピッキング用具ですね。1個。また見つかるといいんですけどね。でかいからな。ニワトリちゃんどうだろう。あー、これはどうすればいいんだろうな。あ、肉を切って生産、まずい。羽に。なるほど、そこでわかんのか。ちなみに、魚とかって食べるのかな。水は入れときましょうか。あ、魚入んの？ほんと？ニワトリ肉あげようかな。何でも食べるのか、この子たち。雑食？はい。あ、ダメな。あー、やっぱちゃんと適したものじゃないと食べないと。え、人参とか、葉っぱは？人参は？あ、人参は好きなんだ。葉っぱは？あー、葉っぱはダメなんだ。なかなかグルメだな。野菜系集めるか、頑張って。よし、じゃあ準備はできたので行きましょうか。じゃあ今回真珠集めながら、まだ見てないこっちの奥の方とか行ってみるか。西側、そうしよう。多分流れ物のハンターもいないと思うんで、あとピッキング
これが重要。これは持ってかないと。よし、じゃあ行きますか。多分あったかいですよね。20度だし。入りながら。あ、ある。よいしょ。あー、ただ水中はやっぱちょっと寒いですね。なんかスキューバセットも作れるみたいなんで、それも頑張って作りたいですよね。まずそっち側伝えに行くか。で、西側一気に行ってみましょう。できれば大量の真珠と鍵のかかった箱ですね。それを開けていきたい。はい。はい。一つゲット。ただ全然足りない。基板作るために大量に欲しいんですよね。できればまたソーラーパネルを3階に設置していきたいんで。今のとこ3階は本当安定して使えてるんで、ダメージ全然入ってないんで、そこでやりたいですよね。はい。本部がある。これはご飯にしていくか。あ、いかん、いかん、ちょっと待って。危ない。死ぬ。気をつけないと。OK かな?ちょっとダメージ食らっちゃいましたね。危ない危ない。ねえ、こっからさらに、こっち側は全然探索してないんで見ていきましょう。箱あるかな?とりあえず、ああ、箱あった。熊いるんで、気をつけながら行こう。野生動物多そうですね。あ、よしよしよし。ナイフの弾とか、いいの出たな。多分この辺りハンターがいないんで、箱がいっぱいありそう。あとは、綿ですよね。綿もほんと大量に服、防具系か作るために必要なんで、よーく目を凝らして見なきゃいけないけど、どっか畑とかないのかな。あとは、鍵のかかった箱から出てきてほしいですよね。まず西側。あ、野菜ありますね。おー、これ、あ、これ違う。あれ、フェンスがあるな。あそこ行けないんだもん。意外とこっち側狭いのか。あー、囲われちゃってますね。あ、もうこれ以上西行けない。マップ的に結構もう、今の拠点自体も西の端の方ってことなのか。じゃあ、南の方行ってみましょうか。じゃあ結構南の方にマップ広がってんのかもしれないですね。南と東か。あ、そこら辺、フェンスなくなった?ありますよね。多分、真四角に囲って、あ、違う、真四角じゃないんだ、これ、囲みは。あー、そういう風な感じなんだ。結構面白い感じでフェンスが建てられてんだな。そっち側の方はいけるんだ。寒そう。山ですね。日が、てっぺんに上がるまでは探索していくか。お昼ぐらいになったら、折り返したいですね。時間がな、重要ですかね。それまでになんとかして、お、川か。おー。なるほど。この川沿い、ん?なんか音する?気のせい。水のせせらぎの音?この川沿いに南側行ってみるか。流れ物のハンターもいる可能性ありますからね。あんま箱は開いてないな。ああ、またフェンス。こっから南側にあるんだ。ええー。芋。うわあ、また相当でかいだ、この池。この湖か。めちゃくちゃでかい湖がある。砂浜沿い行きましょうか。箱見つけやすいんで。あー、
ここもまた新天地ですね。過ごしやすそう。うわ、広っ。どんだけ広いんだ、これ。いや、でももうそろそろ。ああ、もう真上か。帰る準備しないといけないですね。真珠とかここで見てってもいいけど。ああ、フェンスがやたら近いんだな。あ、何それ。この湖の途中でフェンスが敷かれてる。じゃあこっち側からもう帰ってくか。